三菱 UFJ 銀行やリソナ銀行などで起きた金融機関の間で送金を行うシステムの不具合でシステムを運営する全国銀行資金決済ネットワークは午前7時時点で復旧のめどは立っていないと発表しましたシステムの不具合はきのう午前から発生していて三菱 UFJ 銀行やリソナ銀行など11の金融機関で他行宛ての振り込みができない状態となりました 現在は代替手段を使うことで他行宛ての振り込みはできていますが不具合が解消しておらず送金処理に通常よりも時間がかかる状態が続いているということです。